皆様おはようございます。米国ライフサイエンスオンラインセミナーにご参加いただきありがとうございます。約150名のご登録をいただいております。本日のセミナーは横浜市主催アイデック横浜並びに木原財団の共催、そしてジェトル横浜様のご協力でお届けいたします。司会の横浜市米州事務所矢沢です。今回のセミナーは3回シリーズの第3回目でして、本日は米国におけるデジタルセラピューティクスの潮流をテーマに、横浜、昨日に引き続き横浜市立大学カリフォルニアオフィス所長の山崎博士からご講演いただきます。本日の講演資料のリンクをただいまチャットでお送りいたしました。リンク先からダウンロードをしてください。ご講演後に Q&A の時間を設けてあります。ご質問のある方は講演の最中でも結構ですので、画面下の Q&A をクリックいただき、質問を入力し送信をクリックしてください。昨日の、デジタルヘルスのテーマでご質問しそびれた方で、本日ご質問したい方がいらっしゃいましたら、本日のトピックだけでなく昨日のトピックも含めて、ご質問いただいて構いません。チャット機能はご使用されないようお願いいたします。本日のアーカイブ動画は後日横浜市米州事務所からお送りさせていただきます。講師をご紹介いたします。山崎様は東京大学医学部第3基礎医学博士課程修了後、シンシナティ大学で分子免疫学ポスドク、ミシガン大学で内科学ポスドクとして、ポスドクとして従事され、その後複数の民間企業を経て、現在シスメックス R&D センターシニアダイレクターを務められています。また2007年から横浜市立大学のカリフォルニアオフィス所長でいらっしゃいます。それでは山崎様、どうぞよろしくお願いします。はい、矢沢様ご紹介いただきましてありがとうございました。画面ちゃんと映っておりますかね。大丈夫ですね。はい、本日は横浜市様、木原財団様、それからジェトロ様のご後輩により、このような機会を賜りましたこと、深くお礼を申し上げます。私、グレイス山崎と申します。キラキラした横文字の名前がついておりますし、国籍もアメリカなんですが、日本生まれの日本育ちです。在米25年目になりますが、いまだに英語によるコミュニケーションには緊張します。今日までの25年間、ちょっとぐらい変でも通じりゃいいじゃんというスタンスで、英会話学校に通うこともなく、自分を知った激励することもなく、怠惰なことなかれ主義を貫いた結果ですね、いまだに切羽詰まると身振りや手振りで、いちご大福はジャパニーズスイーツで、フルーティーでクリーミーでナイスナイスみたいな単語の羅列で、乗り切るということが日々多々あります。本日はですね、私が生活の基盤としているアメリカのデジタルセラピューティクスの最新動向をご紹介させていただきます。これ、昨日に引き続き矢沢様から私のプロフィールをご紹介していただいたので、自己紹介スライドは飛ばします。これもですね、昨日に引き続いて私からのメッセージなんですが、プロフィールには独身ですとか、お料理好きですとか、友達募集中に加えてですね、キャリアパス模索中、いいポジションがあったらお声掛けください的な重要な情報が入っている、大胆にして繊細、ずうずうしくも小心者感満載の姑息なスライドだったんですが、本日もプロファイルは割愛させていただきます。こちら本日のコンテンツになります。セクション1でデジタルヘルスを総論的に見た後で、セクション2からは各論に入って、デジタルセラピューティクスにフォーカスいたします。でデジタルセラピューティクスの外部環境、それからメリットデメリットを見た後、スタートアップをいくつかご紹介し、未来の夢で締めさせていただきます。本日40分から45分というお時間をいただいております。お付き合いいただければと存じます。はい、デジタルヘルスの概要について触れさせていただきます。いわゆるセクション1は総論になります。本日ご紹介するデジタルセラピューティックスは、このセクション1でご紹介するデジタルヘルスのセグメントの一つとなっております。
はい、デジタルヘルスの概念なんですが、既存の医学に対して新しい技術を導入することにより患者の QOL を向上させてですね、医師の負担を軽減する、これに加えて患者様それぞれに最適なケアを提供するものと位置づけられています。この2つ目のチョボにありますようにですね、デジタルヘルスは体重ですとか、血圧のチェックによる体調の管理から、疾病予防、診断、治療、予防管理まで、ターゲットはその医療全般から質の高い睡眠ですとか体重や体型の維持、それからお肌のケア、明るい家族計画など生活向上にまで多岐に及んでおります。ちょっと余談になるんですが、今日は割と時間に余裕があるので横道それちゃいますよ。ラスベガスでですね、毎年1月に開催されるセスという最先端の家電のショーがあるんですけども、ここにおけるデジタルヘルスの占める割合が非常に、急拡大してきています。で、その中には体調を向上させるベイビーテックですとか、睡眠の質に、フォーカスしたスリープテックですね、これに加えてなんと大人のおもちゃをデジタル化してですね、ビッグデータから、AI によって学習させて、究極のあなた好みをオーダーメイドした、しかもユニクロの T シャツ並みにですね、色とりどりの48色から選び放題の大人のおもちゃがファミリーテックとして、デジタルヘルスの展示会の一角を占めていたのには、大変驚きました。アメリカではですね、LGBT の権利拡大に伴いまして、下ネタ系は忌み嫌う話題ではないという非常にオープンな風潮が拡大しておりますが、慎みある、日本人女性としてはですね、私、それらの斬新極まりないブースにがぶり寄りになることははばらかられましたので、これ以上の情報を本日ご提供することはできません。しかしですね、このデジタル大人のおもちゃ、ネット通販が購買手段の主流になってなっている今のこの巣ごもり消費形態の中で絶対に売れる商品だと思っております。で、本日私のバックアップとして控えている大沢恵子嬢とともにですね、アップルの向こうを張ってガレージからビジネスをスタートさせちゃおうかと真剣に話し合っている場面があるくらいです。しかし色とりどりの大人のおもちゃの大量在庫を自宅のガレージに抱え込む羽目になるリスクを考えると、未だに踏み出せない状態でおります。本題に戻りますとですね、デジタルヘルスはその捉え方次第で非常に幅広い範囲でですね、セグメントの多い業種となっております。これは各国の2030年までの医療費の伸び率を、示したものです。青が政府が賄う、医療費、赤が自己負担分です。2030年までに大半の国ではですね、医療費が国の GDP を上回ることが予測されています。とんでもないですね。医療費の削減ですとか、医療従事者の負担削減に加え、軽減ですね、削減はできないんですね。負担軽減に加えて、患者様の QOL にも貢献できるデジタルヘルスへの、投資っていうのは、年々伸びてきています。FDA はですね、2013年に治療アプリの、承認のガイドラインを公開いたしまして、2016年の、10月にそれをアップデートしております。で、2017年の9月には、ピアセルセラピューティクス、これペアですね、用なしですね、日本でいうとこのラフランスとかあの辺の高級ななしですね、これを名前に掲げるペアセラピューティクス社、これの、アルコール依存症、薬物依存症の治療アプリが新たに承認されております。それ以外にも高血圧症ですとか、うつ病の行動療法、それから統合失調症、あと肺がんなど、さまざまな病気に対応した治療アプリが開発されています。で、今ウォール街では治療アプリのようなモバイルヘルスはヘルスケア産業の中でも、重要度トップクラスの投資テーマになっております。ですね、はい、これはデジタルヘルスの市場規模を表した表です。2015年から2020年までの5年間で、テレヘルスですとかモバイルヘルスは、確実に、伸びてきており、特にCOVID下のアメリカにおいてテレヘルスは今日常となりつつあります。で、この2020年度に開発されたアプリの件数、それからその FDA の、申請件数っていうのは非常に多いです。で、ちょっとこの、うちは
訳を言ってしまうと、2015年から2020年の間に特にテレヘルスの市場規模がですね、2倍強の260億ドルへ、それからモバイルヘルスが6倍で46億ドル、それからワイヤレスヘルスが3倍の1100億ドルへと大きく成長すると予測されているんですが、まさにその通りに伸びてきています。で、特にコロナ禍でアメリカのモバイルヘルスの需要っていうのは急激に伸びております。少し視点を変えまして、WHO が予測している疾患の移り変わりを見ていただいております。心臓病、心疾患ですね、これと脳卒中は今でも、そしてこれからも常に私たち人類に寄り添う疾患となっておりますが、糖尿病ですとか、生活習慣に関わる疾患ですね、それですとかアルツハイマーやその他の、認知症など、高齢化により顕在化している疾患、これのガッと伸びてますよね、台頭は否めません。で、この後の話になりますが、デジタルセラピューティックスがフォーカスしているのがまさにこの生活習慣病ですとか認知症、それから、加えまして発達障害やメンタルヘルスなどの領域になっております。次のスライドなんですが、このスライドではデジタルヘルスの環境分析を行っております。まず疾患領域なんですが、これですね、糖尿病、それから肥満、心疾患、それからメンタルヘルス、これだけで全体の3分の2を占めています。で、地域なんですが、なんといっても、米国と、ヨーロッパ、特にアメリカの躍進が目覚ましい分野です。で、製品はソフトウェアとデバイス、デバイス、アプリなどですね、がありますが、すいません、ソフトウェアがアプリですね、とデバイスがありますが、例えばそのリストバンド型の、モニターにですね、モニターを開発している会社が、同時に、アプリを開発している、例なんかも非常に多くなっています。で、エンドユーザーなんですが B2C で患者さんをターゲットにしているものがほとんどです。で、ちなみにですね、糖尿病、肥満、心血管、メンタルヘルスの領域が、3分の2というのは、本当にこれは行動変容を促すような、疾患が対象になっているということと、あとそれから薬物療法プラス生活指導や、認知行動療法っていうのが非常に重要視されています。それから、密な患者様指導ですとか健康状態のモニタリングが、治療に非常に有効であるとされております。次ですが、このスライドがセクション1の総括となります。セクション1ではデジタルセラピューティックスではなくデジタルヘルス全般を見てまいりました。で、これまではですね、このように病院や医療機関が主導権を取って医師中心の、医療を、病院やクリニックにてスポットケアしておりました。しかしですね、これからは、患者様からのデータにより、疾患時だけじゃなくて、健常時にもフォーカスした、いわゆるライフコースヘルスケア、今の流行り言葉ですね、ライフコースヘルスケアにより、患者様中心のトータルヘルスケアへと医療は変遷、していくでしょう。で、要するにフリーフォーサービスからバリューベースサービスへと、変わっていくということですね。で、医療システム全体における経済的価値の提供、これが、非常に重要になってきます。これが、いわゆる、トータルでの医療費削減に結びつきます。それからそのトータル医療費、それから、疾病による社会的な経済損失を、削減する、これはもう喫緊の課題になっています。それから地域特性や、疾病特性に応じた、統合化された患者中心のサービスを提供していくのが、デジタルヘルスになっております。はい、ここから、いよいよデジタルセラピューティックスに入りまして、各論に入りまして、まず、デジタルセラピューティックスの外部環境を見ていきたいと思います。デジタルセラピューティックスは、このように、ソフトウェアを使って病気を予防管理、治療するデジタルヘルスのサブセットの一つと定義されておりますが、平たく言うとですね、アプリが薬、スマホがクリニックという、構想でですね、医療機関の外でどれだけ健康維持と患者様のケアができるか
まあ、これが勝負どころです。で、セクション1でサマライズさせていただいたデジタルヘルスケアの、すみません、デジタルヘルスのサブセットの一つが、デジタルセラピューティクスになっておりまして、そのデジタルヘルスっていうものをこうピラミッドにしたときに、このピラミッドの頂点に君臨するのがデジタルセラピューティクスになっています。前のスライドでですね、デジタルヘルスのサブセットを、ピラミッドに例えたんですけど、なんとピラミッドと言いながらこちら円グラフになっているんですが、まあデジタルヘルスのサブセットを3つに分けてみました。で、一番外側がですね、まあ、いわゆる健康改善、まあ、体重とかですね、血圧をモニタリングすることによって健康管理をしてしまおうという一番緩いところですね。で、この真ん中の緑のところが患者様の行動変容ですとか心理サポートにフォーカスしています。ここ、アメリカでは FDA の承認は不要なんですが、安全性と臨床有用性は、保証されています。それから一番、内側のこの、 紫の濃いところが、デジタルセラピューティックスで、ここはもう薬として、FDA など規制当局の認可承認が必要な分野です。治療法や医薬品と同じ位置づけになっています。ですが、こちらデジタルヘルスの各サブセットとそれから、保険証券との関係を、示しています。この赤が濃くなるほど、FDA の認可承認が必要なところになってきています。まあ薬事承認が取得されると保険会社の、医薬品推奨リストに採用されやすくなりますね。ただしですね、この保険会社の医薬品推奨リストっていうのは、まあ、毎年更新されますし、また週ごとにも異なりますので、まあ、頻繁なチェックが必要になります。それから政府系保険にはメディケアとメディケイド、昨日もちょっと話に出ましたけれども、まあ、公的保険にはメディケア、高齢者向けのメディケア、それから、低所得者向けのメディケイドという2つがあるんですが、これに採用されるとですね、全米での展開がしやすくなります。それから FDA 承認と保険承認っていうのは、別々のプロセスなので、各プレイヤーが異なった戦略を立てる必要があります。これ非常にビジーなスライドで申し訳ないんですが、デジタルセラピューティックスはアプリで取得した患者様のデータをドクターのポータルで受け取って、まあ、治療の指示を出すものから、アプリが状況を解析して機械学習によって、まあ、そこから創出されたアルゴリズムで治療を自ら提出するものまで非常に多彩です。で、患者様からのデータはデジタル治療薬の薬効評価とそれから予防の両方の側面から収集されます。で、まあ、行動変容から症状の改善を目指すものが多いことから、ターゲットはメンタルヘルスですとか生活習慣病、それから発達障害から依存症であることが多いです。まあ、日本では禁煙ぐらいなんですけど、アメリカでは本当にガチで薬物依存症、それこそ麻薬ですとかありますので、この依存症の改善アプリですとか、治療アプリというのは非常にアメリカではニーズの高いところです。で、アメリカ、特に私がいる西海岸は、まあ、ゴールドラッシュの頃のパイオニア精神をベースにした起業家スピリッツが非常に、旺盛な土地柄からスタートアップの会社が非常に多いです。シリコンバレーのですね、コアテクノロジーとそれからサンディエゴが医療研究のメッカなんですが、これが融合してデジタルセラピューティックスのスタートアップが多数誕生してきています。日本と欧米のデジタルセラピューティックス事情なんですが、これは非常に大きく非常に異なっています。日本はですね、国民皆保険で1割から3割の負担で非常に質の高い医療が誰でも受けられますが、アメリカではもう医療費が犯罪的に高額です。保険があってもですね、 CT 取ったら40万の請求が平気で来たりします。私の知り合いのお嬢さんはですね、非常に残念ながら脳腫瘍で若干4歳にして亡くなったんですが、この時にご両親のもとに送られてきた医療費の請求額が、日本円で2億円を超えておりました。
でもうこんな本当に貧乏人は死んでしまえ体制のアメリカですので、まあ、医者にかかる回数、それから治療内容っていうのは非常に低く抑えたいところです。で、まあ、このニーズにがっつりはまるのがデジタルセラピューティクスになっています。例えばですね、小児の自閉症の診断とそれから治療のアプリを開発して、すでに FDA の、承認も取って、保険収載まで成し遂げた会社がパロアルト、サンノゼですね、スタンフォードの近くにあるんですけれども、自閉症は通常確定診断が、平均が4歳で、それまでは主治医と専門医を何度も往復しなければなりません。で、デジタルセラピューティクスのアプリにより、その診断はその専門医でなくてもかかりつけ医のレベルでできるようになります。で、気の遠くなるような専門医受診の待ち時間、それから、高額な、検査費用を、デジタルアプリで抑えることが可能になります。また治療もですね、アプリで行えば、まあ、専門医の受診回数っていうのが有意に削減できます。で、このアプリは確定診断平均の4歳を大きく下回って、18ヶ月齢からの、診断とそれから治療を実現して、今アメリカの自閉症ソサエティのバックアップを得て躍進中です。先ほども少し、触れたんですが、デジタルセラピューティクスっていうのは行動変容によって症状を改善させるものが多いので、対象疾患は、生活習慣病ですとかメンタルヘルス、それから、依存症になっております。アメリカではですね、デジタルセラピューティクスは医療機器、それから医薬品に続く第3の治療法と位置づけられています。そしてその医療機器や医薬品同様に、臨床試験で有効性と安全性が証明されています。で、世界最初のデジタルセラピューティクスっていうのは2010年に医薬品として承認された、アメリカのウェルドック社の、糖尿病アプリの、ブルースターでした。で、ブルースターに、続いて注文を集めたのがプロペラー社の、スマホとそれからインヘーラー、吸入剤ですね。これが、これを連携させて、喘息ですとか COPD を管理して治療する、まあ、その名もプロペラーでした。で、2、3年前にこれが大きな話題になってから、今日では FDA の認可承認を、受けたデジタル治療薬の数は、右肩上がりに増えてきています。こちら、アメリカで治療費削減と、医療機関訪問回数の削減が、まあ、削減で、まあ、大いに期待されているのがデジタルセラピューティックなんですが、2010年にブルースターが承認された後ですね、規制当局は治療アプリであるかどうかの判断基準を明確にいたしました。で、この SAMD が、デジタルセラピューティックスのガイドラインになっております。これは規制当局を含めてですね、アメリカがデジタルセラピューティクスに対して抱いている非常に大きな期待の表れになっております。で、こちら2016年のものが現在最新になっています。それから、こちらのスライドセクション2のまとめになります。デジタルセラピューティクスのコンセプトはアプリが薬、スマホが、医療機関で、アメリカでは法規制が整備されて、このデジタルセラピューティクスのビジネスっていうのが躍進しております。それから認可承認されたデジタルセラピューティクスの、数っていうのは右肩上がりで増えていて、現在治験中のものがたくさんあります。ここから、セクション3では、デジタルセラピューティクスのメリットとデメリットに触れていきたいと思います。まずですね、デジタル、セラピューティクスのベネフィット、これは何といっても開発コストが安いことです。通常の、治療、まあ、治療の治療薬、ごめんなさい、治療薬の開発と比べてコストは、10分の1から、ここに書いてありますね、10分の1から100分の1、と言われています。で、またそのアプリはですね、通常の、最近日本語もちょっとおかしくなってきてまして、通常の薬と同じように、医者が処方してですね、アメリカではスペシャルティ薬局と呼ばれる、いわゆる抗体医薬ですとか、細胞、再生細胞治療薬を調整できる専門の技師が抱えているような薬局で扱う、受け取れる処方箋薬となります。アプリが処方箋薬ということですね。すいません。それからですね、
こちら、デジタルセラピューティックスは、薬としてではなく、これ、サービスも提供いたします。で、治療や病状管理に比べて、生活習慣のアドバイスですとか、それから、メンタルサポート、コーチングなどのサービスが漏れなくついてきます。通常の病院訪問では絶対得られないようなですね、優しいケアプロバイダー様が、1対1で手を取って、足を取って、あなたに寄り添って悩みを聞いてくれて、時には叱咤激励もして、あなたを健康へと導いてくださる。大変、ちょっと心ドキドキするようなサービスを提供いたします。それからですね、ベネフィットの一つ、治療向上も、ベネフィットの一つになっております。本日当事者の方がもしかしたら参加していらっしゃる前で釈迦説で非常にお恥ずかしい限りなんですが、錠剤に極小のチップを挿入したもので、胃に溶け込むと、医師の端末にデータが送られて、どの薬をどのタイミングでどれだけ服用し、いつ排出されたかがモニタリングできます。で、服薬の管理が徹底することで、治療の効果が大いに期待されるというものです。それから先ほども少し触れたんですけれども、医療費が高額なアメリカでは主治医から専門医に紹介され、確定診断に至るまでに非常に高額な医療費と長い待ち時間が発生します。で、デジタルセラピューティックスにより、かかりつけ医のレベルで、精神疾患ですとか、生活習慣病の確定診断ができるようになります。すでになっています。医療費が高い例を挙げるですとですね、日本は国民皆保険なので、例えば、ちょっと、寝違えちゃったみたいだからって言って、医者に行って、CT スキャン、MRI を取りますと、わずか1600ドルで、もう何枚でも、写真を撮ってくれるんですけど、これ、保険なくてアメリカで CT なんて軽い気持ちで撮りますとですね、翌月とんでもないことに、なってですね、数十万レベルから運が悪いと100万超え200万いっちゃったみたいな請求が本気で来ます。ですので本当にアメリカの医療費っていうのは保険があっても高いです。で、保険もアウト・オブ・ザ・ポケットの、払い方によってディダクタブル、実際その、保険で支払ってもらうまでにどれだけ自分で、払わなくちゃなんないかが、変わってきます。で、自分はもう健康そのものなんで、その保険料を非常に安く抑えたいということで抑えていて、で、ちょっと車にぶつかっちゃったので、病院に行ったところ、ディダクタブルが200万円ぐらいまで自腹を切らなくちゃならなかったなんていう悲しい話も、時々聞きます。それからですね、ベネフィットの5番目なんですが、アプリは、新規患者様のデータを次々と取り入れてですね、ビッグデータ管理と、機械学習により日々その、性能を向上させています。で、このデジタルセラピューティックスの、データの管理なんですけど、昨日もちょっと、触れたと思うんですけど、今この、政府の機関がいろんな、データベースを一括管理することを非常に、目論んでおりまして、例えばこれアメリカでは、DOD ですね、ペンタゴンですね、防衛省が、9/11 の後から非常に声高にこのデータの統一化っていうのを言っているんですが、個人情報保護ですとか、そういう観点から、いまだにすっきりしていないところはあるんですけども、9/11 の時にですね、非常にその、プロフェッショナルが、足りない現場で、トリアージュの中で、緑になった人の中から、もしかしてその医療のスペシャリストがいたら、一緒に協力していただこうということで、トリアージュグリーンになった方の中で、その医者としての情報を引っ張ろうとしたんですけども、ニューヨークの、ファイア、デパートメントの、資料に出てきた、例えばそのドクター・ベーカーという人がいたんですけど、彼はその救命救急のスペシャリストだったんですね。で、その場に居合わせてちょっと軽い、座礁
作家賞で、緑にトリアージされたんですけど、残念ながら彼のデータは贅沢病といわれる痛風ですね、患者としてのデータと、それからヒルトンホテルグループのエグゼクティブ会員だというそういうデータしか出てこなくて、医者としての輝かしいデータが全く出てこなかったんです。でそれで防衛省が ペンタゴンが危機感を感じまして、その防災医療という、に活用できるデータベースを作りたい。でこれは今日本でも防衛省が同じようなことをやろうとしていて、日本の某、旧電電公社のなんとかなんとか T 様ですとか、F2 様ですとかが今非常に真剣に取り組んでいるという話も聞いております。すいません、ちょっと横道にそれましたね。このスライドは、デジタルセラピューティクスにより医療従事者ですとか、患者様、それからケアプロバイダーが享受できるメリットに、触れております。患者様は化学品という薬物を薬として摂取しないために、従来の、薬による副作用というのを受けにくくなります。またこれまでの薬では投与が難しかった妊婦さんですとか、子どもに対しても、デジタルセラピューティクスを処方することができます。でまたデジタルセラピューティクスっていうのは、遠隔で治療できるので、リモートヘルスや医師不足にも対応できる治療法になっています。それから、医療提供者のメリットとしましては、時間の節約です。で特にそのコンサルテーションを必要とする患者様の治療は、デジタルセラピューティクスによってですね、飛躍的にその医師の介入時間が短縮されます。でこれはアプリによって経過を見ながら、必要な時に、ドクターがピンポイントで介入できるからです。でこれ保険会社にも嬉しいことがあります。疾患予備群を管理して早期に診断ができてですね、進行抑制につながれば、当然従来支払っていた医療費を削減することができます。で医師の介入時間が削減されると、これも医療費の削減につながってきます。ですので保険会社は支払う額が、少なくなるということですね。それから製薬企業様の嬉しい点は、何といっても開発費が抑えられることですよね。またデジタルセラピティクスから得られるその患者様のデータっていうのは、確固たるエビデンスとなりますので、自社開発製品の価値を、保険会社に対して証明することができ、保険会社 の採用件数っていうのが、増えることが期待できます。から次のスライドなんですが、ここでは、患者様のメリットとデメリット、それから医療従事者の、メリットデメリットについて述べています。患者さんのメリットはコストと時間の削減になります。デメリットは、ダイエットや禁煙と同じでですね、中断しやすいことです。めんどくさくなってやめちゃうってやつですね。アプリのアップデートを忘れると、必要な治療が受けられなかったり、データが取れなかったりしますし、スマホをなくしちゃったり、トイレに落としちゃったりしちゃうと、治療も途絶えます。で医療提供者のメリットは、アプリが医者の代わりをしてくれるので治療時間に余裕ができます。で薬を処方するときに懸念される副作用もありません。で、こういう行動変容で症状を改善するので、横展開が、可能になる場合があります。で、アプリは自動的に、改善改良いたします。でデメリットではですね、デメリットは対応できる病気が限られていることです。アプリのアップデートやメンテナンスが必要にもなりますし、それから医療報酬との妥当性も心配ですよね。から、以上デジタルセラピューティクスの、メリットとデメリットに触れました。でここからアメリカで注目のデジタルセラピューティックのスタートアップを何社かご紹介していきます。で、今アメリカで業界をざわつかせている、ベスト20の、デジタルセラピューティクスの会社が、この辺りになります。正確にはですね、このヌームですね、ヌームとかはコーチングによるウェイトマネジメントなので、デジタルセラピューティクスではないのですが、例えばですね、グルメな番組を24時間放送し続けているフードネットワーク、ここで日本の料理の鉄人なんかも流してるんですけれども、その料理チャンネルでですね、ヌーム盛んに、コマーシャルを流しています。これまでに述べてきたように、行動変容による治療をコンセプトにしている疾患、すなわち生活習慣病、それからメンタルヘルス依存症をターゲットにしている会社がほとんどになります。ここからは業界で注目されているというかですね、デジタル、セラピューティクスですとかデジタルヘルスのコンベンション
とかカンファランスで CEO がキーノートとして頻繁に担ぎ出されるような会社をいくつか挙げてみました。まず、ウェルドックなんですが、ウェルドックのブルースター、これは、2010年に最初に FDA の承認を、取得した医薬品としてのアプリで、歴史に刻まれている一品ですね。行動変容により、糖尿病の症状を改善されるアプリで、歴史といってもたかだか10年ほどなんですが、ブルースターは510K なんですが、現在はその臨床治験が必要で、治験によってエビデンスを取っていく PMA 適用のものがたくさんあります。このウェルドックはですね、IBM ワトソンががっつり絡んでいるので、スタートアップと言ってしまうには多少の抵抗を感じてしまう会社です。それからアキリですね。これは数年前に非常に大きな話題となりまして、CNN とか ABC なんか、大手のメディアで、特番が組まれていたのが、非常に記憶に新しい会社です。縦横無尽に動く敵のキャラクターを捕まえることにより、その感覚、処理障害を改善するゲームなどに治療薬という発達障害のお子様にバカ受けのアプリでした。で、現在はですね、ADHD の治療アプリ技術を横展開させてですね、ファイザーと組んでアルツハイマーの症状改善のアプリを開発しているらしいです。それからコグノワ社なんですが、こちらスタンフォード大の小児神経科と、それからデータサイエンスのラボが開発した発達障害の治療アプリで、ASD、自閉症スペクトラムですね、それから不安症、不眠症、言語障害など、複数のデジタル治療薬を開発しています。で、自閉症スペクトラムの治療じゃなくて、すいません、診断の方がですね、すでに FDA の承認を得て、診断薬として、今パラダイムシフトを起こそうとしています。で、これ、治療薬としての承認も間近です。で、このアプリにより、専門医ではなくかかりつけの、ドクターが、診断と治療の両方を行えるようになっています。で、この会社はアメリカ最大の自閉症ソサエティである全米自閉症協会と組んで、アプリによる診断と治療を今スタンダードとして、浸透させつつあります。それから喘息、前のセクションでもちょっと触れた喘息のプロペラーですね。これもウェルドックと同時期、デジタルセラピティクスの早い時期から、登場しているプレイヤーになります。これ、遠隔医療に貢献しているということで、アワードを、取った会社です。それから、タイアトロスはペンタゴンからの助成金で開発した、退役軍人の PTSD の治療アプリ。これには、IBM の人工知能であるワトソンが、大きく関与しました。で、このスケールのデータ集積になりますと、さすがに、スタートアップ単独での躍進は難しく、また有望であれば早くから大手の製薬会社様や、5G、Apple、Amazon、Google、Facebook、Microsoft、を含む大手が、後ろにがっつり立ってくれます。それからこちらはアメリカの会社ではないんですが、業界をブイブイ言わせたのはこのイスラエルの、サイバンイノベーションが開発した肺がんの、治療アプリです。生活習慣病ですとか メンタルを対象とした、治療薬が主流のこの業界で、がんをターゲットにするという、誰もが羨む快挙でございました。医師に代わってアプリががん患者の毎日を管理するというもので、生存期間が優位に伸びたとの、結果を叩き出しております。で、この会社の快挙によりデジタルセラピューティクスにがん治療の可能性が見えたというのは非常に、大きいところです。それから先ほどもちょっと出ました、用なしですね、ペアセラピューティクスです。これも雑誌やテレビで頻繁に取り上げられているんですが、こちらも薬物やアルコールなどの、中毒を治療するアプリです。がんの疼痛ケアに使用されているオピオイドによる中毒症状の、管理で、活躍いたしました。ちなみにですね、オピオイドの開発源であるパーデュー社は訴えられて破綻してしまいました。で、このペアが注目された、大きな理由の一つに、デジタルセラピューティクスによってその社会問題となっているところの薬物治療ですとかアルコール中毒の治療が可能でになるというところなんですけれども、このペアのパートナーにはノバルテスが早くも、名乗りを上げました。それからクリックですね。クリックはうつ病の服薬管理をセンサーで実現しました。大塚製薬様がパートナーとして、メンタルヘルス分野にフォーカスしております。それから最後に少しだけデジタルセラピューティクスの未来予測に、触れ
させていただきます。デジタルセラピューティックスは、個別化医療の可能性を伸ばすでしょう。遺伝、こちらですね、遺伝背景ですとか、生活習慣などの個々のニーズで、改善することにより人生100年時代の健康寿命、健康寿命ですね、障害寿命じゃなく健康寿命を伸ばすことにより生活の質を上げて医療費を抑えます。で現在アメリカではですね、スペシャルティ薬局でしか手に入らない、処方箋薬の位置づけのデジタルセラピューティックスなんですが、今後は OTC が出回り、より迅速簡便に多くの方の健康に、関与、貢献することでしょう。また、すべての医薬品と同様に、ニーズの高まりに沿って、FDA の認可使用にも、迅速化すると思います。それから、アメリカでは、STEM 教育、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マテマティックスかな、STEM 教育っていうんですが、STEM の、浸透が提唱されておりますが、今後はですね、データサイエンティストの、増加と、それから、データサイエンスの普及化によって、ビッグデータマネジメントが、加速して、それに伴い、アプリの構築や、改良が迅速化することが容易に、予測されます。で、ですね、デバイスも進化するでしょう。例えば装着感のないウェアブルやですね、特に、アメリカではすでに出回っていますが、体外埋め込み型の使いやすい、いわゆるなくしちゃった、壊しちゃった、トイレに落としちゃったがなくなると思います。それからライフ、構成ヘルスケアに大きく関わり、治療が必要な、疾患を発症する前に、予防することにウェイトが、置かれることになります。これは GDP の伸び率を、医療費の 増加が軽く追い越してしまうような国が切望する医療費コストの削減に大きく貢献するものです。で、デジタルセラピューティックスはですね、化学的な化合物ではありませんので、副作用が、少ないのが大きな売りです。これは誰もが、願う薬の形で、副作用の少ない、デジタル治療薬の伸びしろはかなり大きいと思います。それから、21世紀型の先進国の国民的疾患には、疾患というと、メンタルヘルスがその筆頭に上がるんですが、認知的、それから精神的な健康を支えるのはアスピリンでも、抗セロトニン吸収剤でもなく、今後はアプリによるデジタル、セラピューティックスにシフトしていくことでしょう。近い将来ですね、喜びですとか悲しみの代償や質までが測れてしまうような圧生計が構築されるかもしれません。そんな世の中で、認知能力の維持とそれから精神的、健康の維持っていうのは、何よりも大切になるでしょう。それから低コストっていうのはその開発もそれから汎用もですね、含めまして、それから低侵襲性、低副作用、それから通院不要の、デジタルセラピューティックスが成長市場にあることは、本日ここに、お集まりいただいている皆様がもうすでに感じておられることだと思います。で、アメリカでは主流のメンタルヘルス、生活習慣病、それから依存症に加えて、がんですとか心疾患、それから消化危機系などの横展開がすでに始まっております。で、多くのスタートアップはシードラウンド、あるいは Early ステージから、製薬会社や大手の IT 企業様が、食いついておりますが、ジェトロ様ですとかサンデーゴをホームにしている世界最大のバイオテック系の NPO であるバイオコム様、それから横浜市大のニューヨークオフィス様はまだで、大手の手垢のついていない、アメリカのシードレベルのスタートアップ企業との関係構築を、しっかりやっていらっしゃる組織でございます。それから横浜市の経済局様も長期にわたって、海外とのコラボレーションを、模索実現してこられました。またですね、昨日木原財団様の増田先生のお話で、日本の、デジタルヘルスへの関心も今非常に高まっていることを私学ばせていただきました。これらの組織はきっとめくるめくような、機会創出のアイデアをてんこ盛りにお持ちだと思いますので、ぜひコンタクトしてみてください。でですね、本日時間があればこの後デジタルヘルスを牽引する西海岸、特に、カリフォルニア州についてその可能性をご紹介しようかなと思いまして、本日、矢沢様の方から配られました資料にはちょっとこのようなスライドが何枚かついておりますので、こちらに関しましてはまたいずれ機会がございましたらぜひお話しさせていただければと思います。そうですね、本日私の
話はこれにて、終了させていただきます。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。これで終わらせていただきます。失礼いたします。山崎様ありがとうございました。これから Q&A セッションに移りたいと思うんですけれども、本日の講演資料と昨日の講演資料をチャット欄に貼り付けましたので、ダウンロードいただけるようになっております。どうぞご活用ください。それでは Q&A セッションに移ります。もうすでにたくさん、ご質問いただいておりますので、可能な限り、ご質問にお答えいただければと思います。またこれからご質問される方は、Zoom 画面の下の Q&A 欄から、ご質問をお送りください。まず最初にですね、事前にいただいていたご質問を読み上げさせていただきます。米国におけるデジタルセラピューティックスの規制や認可の状況、日本に水平展開する場合の注意点等ございましたら教えてくださいというご質問です。山崎先生よろしくお願いします。はい、ご質問いただきましてありがとうございます。非常に、重要なところだと思います。まず、一番そのFDA が気にしているのはですね、個人情報のところと、あと訴訟のところですね。昨日もちょっと触れたんですが、どこに責任があるか、それをクリアにして守るべきところを守るというところが規制の対象になっております。で、アメリカではですね、アメリカ医師会が非常に強いロビー活動をいたしまして、これも議論の分かれるところなんですけども、結局そのアプリを使って患者様が、非常に重篤な、状況に陥ってしまった、あるいは亡くなってしまった時に、そのアプリを開発した、エンジニアが、責任を取るのか、それともそのエンジニアを抱えている、会社が責任を取るのか、その、アプリを採用した医療機関が、責任を取るのか、医者が責任、そのアプリを処方した医者が責任を取るのか、でその医者が訴えられたときに、その医者が所属している、医療グループ、アメリカっていうのは病院がただの器なんですね。でそこを、医療グループが借りて、手術費ですとか診察室を借りて、そこに自分 のグループに属している医者を投入するという形なんですが、その、医療グループが責任を取ってくれるのか、これが、非常に、重要なところになっておりまして、現在 FDA は、医者を守る、方向で、認可を進めております。ですので、そのアメリカののそれを鑑みるに、そこの、アメリカは特に訴訟社会なので、そこに非常にセンシティブなのかもしれないんですけれども、その責任の所在を明確にするっていうところに、規制の一つ留意点があるというのは日本でも参考になると思います。あとは個人データの保護の部分ですね。アメリカでは今現在、このデジタルセラピューティックスの個人データの保護に2つ、ありまして、まず HIPAA、説明責任、それから、もう一つは、すいません、今ちょっと出てこないんですけども、やっぱり個人データ、保護法みたいなのがございまして、この2つで、守られております。で、この個人情報っていうのは、やっぱり非常に重要な知的財産になりますので、これもおそらく、日本で規制をかけるとき の対象項目になるかと思います。十分な回答ではないかもしれませんが、以上、私が持っているものでございます。ありがとうございます。続いて QA 欄にいただいているご質問を上から順番にやっていきたいと思います。まず一番上ですね、DTX のアプリを臨床試験を通じて保険証券の対象として医療機関を通じて売りつつ、その機能を落としたライトバージョンをダイレクトにコンシューマー等に売るというモデルは成立し得るでしょうか。保険証券の対象となる場合、事業の安定性が高まる一方で、そこまで大きい価格がつくわけではないと捉えています。例えば禁煙アプリのキュアアップも、大変な苦労をかけて臨床試験をパスした割に、売上予測は年間 7.5 億円とそこまで大きくないという印象です。で、そういう点を考えると、マネタイズ源の多様化を図るために、ダイレクトなコンシューマー市場を、
低機能版で習うことができると授業参入の容易性が高まるように思っており、ご意見をお伺いさせてくださいというご質問です。ありがとうございます。ですね、FDA の規制を、クリアして保健収載も取って、医療機関に採用されたものを、ライト化するというのも一つありかとは思うんですが、むしろ別にですね、FDA の認可承認のいらないところで、もうちょっとその緩いところで、別に出すのというのも、一つかと思います。逆にですね、その逆方向でまずその緩いところから入って、例を挙げますと、アメリカのとある N 社というのがございまして、ここがですね、体重管理のアプリとコーチングを提供しているんですが、これ一番緩いところなので、ピラミッドでいうと一番下なので、規制は全くかからないところなんですが、まあ、スマホに、体重を、毎日登録していって、それに対して、コーチがですね、もっとその、カーディオの運動しろですとか、筋トレしろですとか、赤い肉は食べるな、魚を食べろとかっていう、あれを出すようなアプリなんですけども、これがですね、そのアプリによってその、体重減少を、達成した群を集めて、非アルコール性、肝炎の、何でしょう、コホートスタディをやったんですね。そうしますと、アメリカでは非アルコール性肝炎というのはファッティリバーといいまして、肝臓に脂肪がどんどん溜まっていって、最後は、肝硬変になって、肝がんになるっていう、でしかもその症状が全く出ないってすごい、怖い病気なんですが、これ生活習慣病の肝臓系なんですね。なんで、アメリカ人おデブさんが多いので、このナッシュを持っている人がすごく多いんですが、N 社の場合はまずその体重管理から入って、でゆくゆくはそのナッシュのところの治療アプリ、診断アプリまで、持っていって、そこで FDA の認可を取って、最終的には今質問者様が、おっしゃっていたような、その病院での、薬としての、アプリと、それから、一般ユーザー用の、体重管理みたいな緩いアプリとの両方を売ろうとしているので、そういうビジネススキームもありかなと思います。なので最初に一番難しいところを狙うっていうのもありなのか、そこから落としていくっていうのもありなのかもしれないんですけど、緩いところから入ってお金が貯まったらバンと上に行くというのもありかなと私は思っております。以上になります。ありがとうございます。続いてDTX における GAFA の動き、過去戦略をもう少し教えてくださいとあります。かいつまんで、はい、教えていただければと思います。実はこれ昨日の講演の中に、含めさせていただいたんですけど、GAFA どこも非常に、デジタルセラピティックスには取り組んでおりまして、特に Google がですね、医学部出身かつエンジニアの、技術もあるという人を世界中から、たくさん採用しています。日本からも私の知っている限り、今3人採用されておりますが、なんかイスラエルとかが多いんですけれども、そうやってですね、世界レベルで医師免許を持っている、エンジニアというのを、雇いまして、まさに、治療用のアプリというのをガンガン、開発しています。でこれ Google の社内でだけでやっているわけではなくて、これ、M&A でですね、今、最近で4社か5社、デジタルセラピューティック系の、スタートアップと M&A あるいは、もう完全に、アクワイアリングをしていると聞いています。で、ちょっと今日アップルは、あれですね、心臓病のアセスメントなんかをアプローチでやっているんですけれども、で、Facebook は置いておいて、Amazon ですね、Amazon がこの Alexa を使って今その病院用の、スピーカーシステムとしてスマートホスピタルに入ろうとしているんですけど、くくりといえばデジタルヘルスのすごく大きいところなんですけども、それを当然デジタルセラピティックスにも何らかの形で、Alexa を利用して何かやろうとしています。例えばですね、Alexa を利用したチャットボットによる、診断指導なんかを想定しているようです。以上になります。ありがとうございます。続きまして、プレゼン資料の18ページ目でご紹介されたプロペラヘルスの吸引薬機&スマホ連携のように、スマホ単体ではなく
患者が持つ小型医療機器などのデバイスと連携するタイプの DTX は他にも事例としてご存知であればご教示いただけますでしょうか。やはりスマホ単体でやることには一定の限界があると思っておりまして、こうした小型医療機器などとの連携によって治療行為の幅の拡大や収集できるデータソースの拡大などのメリットがあるのではと思っております。ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。今ですのでデバイスを持っている会社が、アプリを吸収したり逆に、デバイスを持っている会社が AI、テクニシャンですとかエンジニアを採用してアプリの開発から、AI によるなんでしょう、日本語が出てこないな、一人で自分でどんどんその AI によって、インプルーブメント、製品がインプルーブメントしていくよう、改良ですね、改良されていくようなシステムを、作ったりしています。で、プロペラー社の他に、挙げるとすると、アガティ社というのは、これもしかしたら、アメリカじゃなくてカナダの会社だったかもしれませんが、やっぱり、呼吸器疾患だと、これ、特に COVID の時に採用されたと思うんですけれども、やっぱりインヘーラーと、スマホを、連携して、データを取るなんていうのをやっていました。それからあとはその行動変容のところでは当然、デジタルセラピューティクスまではいかないんですけど、デジタルセラピューティクスまで行ってますかね。糖尿病ですとかさっき、出ました NASH なんかでやっぱりその食事療法ですとかそれから、運動療法、なんかの、コーチングを受けることによってそれぞれ の, その脈拍ですとか、体重ですとかを送ることによって、アプリとスマホを組ませてデジタルセラピューティクスに貢献するような会社もあります。そうですね、そんなところ、あと薬物療法 の, 薬物依存ですね。これは結構今治験中のものが、たくさんありまして、これもスマホですとか、あとは、もうちょっと大きな、タブレットですね、これとアプリが、本然一体となって一つの会社が、開発していたりします。ありがとうございます。続きまして、アメリカ国民の多くはそのような高額医療費を払えるのでしょうか。払えない場合、住居等の資産を没収されるのですか、というご質問です。ありがとうございます。非常に興味深いところですよね。払えません。特にですね、アメリカ、残念ながらアンダーテーブルと呼ばれる人がたくさんおりまして、税金を払ってない人たちですね。で、まあ、私たちが払っている高い公的医療の、まあ、ある部分っていうのはそういう方たちの福祉に、持ってかれちゃってたりもするので、なのでよくテレビでやってる国境に壁を作るのに 大賛成のテキサスのおじさんとかが出てくるわけなんですけれども、それに関して不満を感じている人はたくさんいます。で、何に対しての不満かって言いますとですね、そういう保険を持っていない人でも命に、関わる人を受け入れる医療施設っていうのは実はあるんですね。で、そこは風邪をひいたとか熱があるとか耳が痛いとかで言っても全然受け入れてくれないんですけど、例えばすぐ命の危機に直結するところは無料で、見てくれます。で、その無料で見てくれる医療費っていうのは私たちの、税金から出ています。なのでもう一番そこのそこ の, セーフティネットっていうのはあるんですが、おっしゃるように全然医療費、払えない人っていうのはたくさんいますし、もっと言っちゃうと保険持っているんだけれども、そのアウトオブザポケットが2000ドル3000ドルも払わなくちゃいけないので、もう本当に息が詰まりそうな、重篤な病気になった時に保険持っていませんって言って、そういう保険のない人を扱うような病院に駆け込むような人もいるとい う, もう非常にもうぐっちゃぐちゃのメルティングポット状態になっています。ありがとうございます。時間の都合で、新しい質問はこち今ある質問で締め切らせていただきます。ご用事のある方はご退出いただいて、後日アーカイブ動画をお送りいたしますので、そちらでご都合がよろしいときに Q&A の続きを
ご覧いただければと思います。すみません、少し延長して今残りの Q&A をご対応いただければと思います。よろしくお願いします。次の質問です。QRAP さんの禁煙治療アプリは保険償還が患者に1回2万円程度でしたが、おおよそ赤字かと思われますというコメントですね。すみません、そちらに対してコメントございましたら。括弧でですね、医療材料区分で医薬品のように使うたびにというのを狙っていたようですが、DTX によって治療費が増えたら、医療費が増えたら、実は負担もないとの当局の思惑でしょうか。ありがとうございます。非常に有意義な情報でした。実はですね、私恥ずかしながらあんまり日本の状況っていうのをしっかり、把握できていない、残念なところがあるんですが、QAP、様に関しましては、先ほど出てきた NASH もやってますし、この禁煙アプリもやっておりますし、これ、歴史に残る一品だと思うんですよ。最初にちゃんと保険償還を通して行動変容を改善するという、その、日本のデジタルセラピーティクスの、最初の一歩ということで、なので、結果的に赤字が出たとしても、それに続く、一番最初の、布石としては非常に、いいものだったなと思いますし、きっと Q アプリさん、あと今は赤字かもしれませんが、この後で今日の話にもあったんですけども、やっぱり国が医療費削減、要するにその予測医療で早いうちにハイリスクのアセスメントをしようっていうのが政策である以上、やっぱりそのデジタルセラピューティックスっていうのはいずれかの形で出てくるものだと思うんですね。で、その時にやっぱり開発して、保険償還通して、それで患者様に貢献したにもかかわらず、会社が赤字になってしまうというスキームは非常によろしくないっていうのはみんなが感じていることなので、ここはぜひ何らかの、救済措置なり、サプリメンタルなアイデアを政府なり規制当局なりに出していただきたいところですね、というところで私のコメント返しになります。はい、ありがとうございます。続いて関連する質問2問続けてお願いします。まず、日本の今後の DTX に可能性はありますでしょうかというご質問と、日本では米国に比較して DTX が進んでいないという原因がどんなところにありますでしょうかという質問です。合わせてお願いします。ありがとうございます。非常にいい質問なんですけど、非常に難しい質問ですよね。日本語の今後の、デジタルセラピューティクスの可能性っていうのは、そのデジタルセラピューティクスを担うプレイヤーたちのロビー活動と、それから政府の本気度にかかってくると思います。今、アメリカと日本の大きな違いっていうのは、やっぱりそのアメリカほど、医療費がおそらく日本は逼迫してない、もしかしたらその公的な財政としては逼迫しているのかもしれないんですが、実際その、民間のところまで、その危機感が伝わっていないということとですね、あとやっぱり日本は国民皆保険なので、医療費が高くてもう子どもも病院にやれないなんていうような場面っていうのは日本ではないと思うんですね。ですが、おそらく政府は今すごく言われていることが、確実に日本はアメリカの7年後、医療が歩んでいると言われていまして、それでいうと今はあんまり顕在化していないかもしれないんですが、おそらく7年後にはもしかしたら本当に DTX に政府が力を入れるようなことになるのかもしれません。ですので、私は日本語の今後の DTX には可能性はあると思っています。で、今度その企業様の立場から言うと、アメリカからの導入でもいいと思うんですね。例えばもうすでに自閉症の治療薬を作っているような会社があるんだったら、それを日本版にアレンジして、文化が全然違うので日本版のアレンジっていうのは絶対必要だと思いますので、そこをアライアンスで組んでやるっていうのも一つ手かなと思っております。ありがとうございます。続きまして、ウェルドック社は、
上市後10年ほどになりますが、どの程度糖尿病治療市場に浸透しているのでしょうかという質問です。ありがとうございます。最近のデータっていうのは実はウェルドックに関しては見ていないんですが、今ウェルドックをよく取り上げさせていただくのは、やっぱりこの世界で初めてデジタルセラピューティクスとして世に出た企業だということで、やらせていただいているんですが、実はですね、この後ウェルドックよりももっといい糖尿病のアプリっていうのはガンガン出ておりまして、今2型糖尿病だけじゃなくて1型糖尿病も管理できるようなものも治験を通している会社が実はありますので、ウェルドック社がどうかという情報は実はあまりないんですが、ウェルドックス社以外の糖尿病関係は1型の2型も非常に今活発なざわついている市場だということが言えます。はい、ありがとうございます。デジタルセラピューティクスで治療する際、エンドポイントの決定は誰がするのでしょうかというご質問です。ありがとうございます。これ、現在出ている治療薬に関しましては、主治医あるいは専門医になっております。例えば、先に出ました糖尿病とかは、もうこれ専門医ではなくて主治医のレベルで、管理できますので、主治医の、判断になります。で、ここはちょっとまた日本とアメリカの違うところなんですが、日本はまず医者にかかるときにかかりつけ医 PCP、プライマリーケアフィジシャンというのがいるんですが、そこに、行きます。もう頭痛くてもお腹痛くても階段から落っこっても美容整形でもまず、PCP に行きます。で、その時に PCP が産婦人科だったり内科だったり、その、今行こうとしている困ったこととは別のスペシャリティだったりするんですけれども、主治医のここにまず行って、その主治医が自分のグループの中にいる専門医につなぎます。なのでまず主治医が入り口になって専門医に行くという、スキームになっているんですが、なのでアメリカでは専門医に行かずに主治医で何か処置ができるというのが非常に大きな価値になります。ありがとうございます。続きまして、コグノア社の ASD 治療アプリがFDA 認可取得されていることに関連しました。国内ベンチャー企業で CNS ディスオーダーへの AI 診断および治療アプリ開発を進めているのですが、提携は可能でしょうか。すでに大手メーカーと提携されているのでしょうか。ですね、今現在ですね、本日7月14日、アメリカ時間19時07分の時点で、コグノアはまだ日本の大手とは、提携はしていません。ただ、もしかしたら日本の大手様で名乗りを上げているところはあるかもしれません。で、コグノア社はですね、非常にその日本での、英語、日本とは限らないんですが、英語以外の、国にこのアプリを持ち込むことをに非常に興味があると、いうことを、実はですね、これ、コグノア社の、CEO、スタンフォードの小児科の教授なんですけど、とちょっと交流がありまして、彼と話したところでは、そうですね、英語を話す以外 の、 コラボレーターっていうか、パートナーに興味があるという話でしたので、可能性はあると思います。はい、ありがとうございました。続きまして、ベンチャーはどの、これ、昨日の内容とにも関わると思うんですけれども、ベンチャーはどのような資金調達、大企業との連携を行えばよいでしょうか。特にシード機について知りたいです。よろしくお願いします。シード機にはですね、おすすめするのはなるべくたくさん の、 ピッチイベントに出ることだと思います。今いろんなベンチャーキャピタルですとか、それから、NPO のバイオテックソサエティとかが盛んにデジタル、ヘルス系のピッチイベントをやっていますので、そういうところで、5分から10分のプレゼンをすることにより、ベンチャーキャピタル様ですとか、大手の
企業様の目に留まることが、多くなると思います。これ日本でもアメリカでもそうだと思うんですけど、特にアメリカのピッチイベントなんかにもドーンと出ていらっしゃるのが、よろしいかなと思っています。アメリカっていうのは目の付けどころが違いますし、やっぱり、日本のきめ細かい考え方ですとか誠実な技術っていうのはアメリカでも受け入れられるんじゃないかなと思います。ですので言葉の壁を気になさらずに出ていらっしゃればと思います。そういう時にお役に立たせていただけるのがジェトロ様ですとか横浜市ニューヨーク事務所だと承知しております。ありがとうございます。ぜひ、横浜市米州事務所や、また横浜市や近隣 の関連企業でない方につきましては、ジェトロですね、ご利用いただければ、ご活用いただければと思います。以上で中身についてのご質問は以上になるんですけれども、もう一点ですね、連絡先についてご希望 のご質問が来ておりまして、山崎先生の E メールアドレスを教えていただくことは可能でしょうかというご質問が来ているんですけれども、山崎さんの ね、E メールアドレスを、視聴者の皆さん、ご登録者の皆さんにシェアすることは構わないでしょうか。それとも、はい、個別対応の方がよろしいでしょうか。一旦私の方で受けてお伺いするという形の方がよろしいでしょうか。はい、どちらでも大丈夫です。わかりました。はい、悪いこともしていませんし。いやいや、ありがとうございます。そしたらですね、まずは、今これからチャット欄にですね、山崎先生の E メールアドレスを今ご視聴いただいている方にシェアさせていただきたいと。ですね、横浜市大の E メールがよろしいかなと思います。あ、そうですか。あ、はい、分かりました。じゃあちょっとその、山崎先生、そしたら、はい、別途ですね、私に、はい、E メールアドレスを教えてください。それで事務局からご登録者の皆様にお送りさせて、フォローアップの E メールを送るときに合わせて提供させていただければと思います。はい、あと木原財団 のイメールアドレスの、ご質問もいただいたんですけれども、ちょっとこちらにつきましては一旦、今ですね、問い合わせ の事務局の方の、メールアドレスをチャット欄に記入させていただきましたので、お手数なんですけれども、一度横浜市米州事務所宛てにご連絡ください。それを受けまして、私どもの方で木原財団に確認して、ご回答させて、ご対応させていただきたいと思います。はい、以上で Q&A セッションになりました。山崎先生、たくさんご質問にご対応いただきました。ありがとうございました。とんでもございません。はい、以上、米国ライフサイエンスオンラインセミナー第3回、米国におけるデジタルセラピューティクスの潮流をお届けしました。本日のアーカイブ動画は後日横浜市米州事務所から皆様にお送りいたします。今回3回にわたるセミナーシリーズとして、米国市場の参入における法的側面で、2回目が昨日ですけれどもデジタルヘルスで、本日が米国のデジタルセラピューティクスをテーマにそれぞれお届けしてまいりました。過去2回のセミナーをご視聴いただいていない方でご関心がございましたら、今チャット欄の弊社の問い合わせ先までご連絡ください。また山崎先生のご連絡先は後日アーカイブ動画 のフォローアップ E メールとの同じメール内で皆様にお知らせできればと思いますけれども、他に問い合わせ等がございましたら今チャット欄の問い合わせ先までご連絡ください。本ウェビナーを終了しますとアンケート画面に移ります。所要時間1分程度ですので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。本日は米国ライフサイエンスオンラインセミナーをご視聴いただき誠にありがとうございました。これで終了いたします。